今日も配信をしていこうと思ってます。じゃあ1曲目、カシオピアです。これは宇宙のラジオというアルバムに入っている曲ですね。では次の曲いきましょう。次は線香花火という曲です。
た夏の匂いと言ってたね。君は僕の夏の匂い、これからもずっと。線香花火咲いた後、闇に浮かんだそのままに、夜の空気焼かれて残っているでしょう。マーチ吸って、ろうそくつけて、風をよけた君の指を、懐かしくて思い出せない、歌を連れてくる。まるで今世界中がここに集まったみたい、赤黄色紫へと滲むその先だけ見つめて、夜は小さく火傷をして、花の形に泣いていた。何か一つなくしたようで、花火の後は線香花火という曲でした。これは回転劇場というアルバムに入っている曲ですね。というわけで次の曲いきましょう。星の約束という曲です。もう一回やります。もう一回最初からやろう。なかったかな。
始めます。
束という曲でした。これは音というアルバムに入っている曲ですね。じゃあ次で、今日は終わりにしましょうかね。よし。はい、じゃあ「ジルフェの子」という曲をやろうと思います。
し遠い異国で交わる風帰る場所は子という曲でした。これはですね、ザバダックのキラさんが下月遥さんに、提供した楽曲になりますね。なかなかレアな楽曲です。はい。はい、というわけで今日はこの辺りで終わりにしようと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。